全力で生きる毎日の平穏な幸せに慣れていた。一人ぼっちの意味だなんてそんなの考えても見なかった。何でもないような形の何でもないような当たり前のありふれた日々の一つ一つのそれだけで何にもいらなかった。それはある毎日のこと、突然に訪れた日々のこと、目まぐるしく過ぎた季節のせわしなく過ぎたある日々のこと、透き通るような微笑みのキラキラした瞳に誘われて、それは慌ただしく過ぎたいつかのせわしなく過ぎた日々のこと、一つまた一つ積み上げられてまたどこかに捨てられて、迷子になった思いは行くあてもなく一つまた一つ、いつかいつかと待ちわびて、いつからか人知れず夢見てた指先に収まる言葉くらい届くかな、届くといいな。しまい込んだ憧れもありふれた自分勝手な幸せも、せわしない日々が教えてくれたその全部が特別だったけど、もう一人ぼっちのその意味に気づいちゃったんだ。なんとなく寂しい色をしたさよならだったから。静かになったその世界に聞いたこともない音がした。目まぐるしい季節の終わりに届いた言葉、そのお手紙は透き通るような微笑みのまばゆいほど輝いた瞳の、いまだにさん付けのあなたからのかすれた文字の思いだった。だけど絶対にその言葉を受け止めてなんかやるもんか。こんなにも寂しい色のさよならを許したりなんてするもんか。あなただけに紡ぐ物語、プリンセスレターズ from アイドル。